愛い。あのね、良かったことってのはこれからなんかあると思うんですけど、良かったことまだないですね。でも素敵なジャケット着させてもらったじゃん。いや、表紙ね。このジャケットすごい高いんですよ。そう。これ150年前の刺し子、なんか着物の生地をで作ったその、スーツらしいんですけど、これ一着150万もするんですよ。そうなんですよ。こんな高いもん着せてもらったの初めてですから。いつも全身をでね、水かぶったり粉かぶったりするんで、いいものは着せてくれなかったんですよ。これはなかったらすごかったですね。あと全部100万とか150万とかいいものばっかりだったな、結構高級な。あとなんかさ、加工もせずにさ、このナチュラルな感じがなんかすごいいいと思う、めちゃくちゃ。あ、これはね、自分から頼んで、いろいろと撮り方を自分からアイデアを出して撮ってもらいました。こんな風にやる気になって写真撮ったのは初めてです。ノリノリだった。早かったもんね、終わるのね。あ、だって1時間ぐらい巻いたのかな。いや、もっと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 早かった。そんな早かった。うん、だから角ちゃんも乗ってたし、あとスタッフさんの息がめちゃくちゃ合ってて、まだね、なんかめちゃくちゃいいもんできたよね。いいスタッフさんなんですよ。そう、もう一流のメンバーばっかり。うん、写真家もそうだね、ヘアメイクさんとか。ヘアメイクさんもなんかヘアメイクさんになったらニューヨークで仕事してるんで、わざわざ来てくれたんですよ。うん、ありがたい話ですよね。うん、いい加減な人は来たのかなと思ってたんだけど、そうじゃなかった。ラフな感じだったからね。うん、でもやっぱり楽しくできたので、うんうん、だからまあよく仕上がったのかなと思いますね。確かに。うん、加藤ちゃんが108歳まで舞台に立ちたいっていう夢があって、そう、それを私はもう絶対応援したいって、それも私の夢でもあるんですけど、でも健康であるってイコールさ、食事じゃん。ね、味がないとかテレビですごい言われたけどさ、あれちょっと営業妨害だけど、でも本当に初めは塩を減らせばいいと思ってたんですよ。塩を減らして、でなんかいろいろ病気もしたから、腎臓も悪かったりとか内臓機能が悪いから、やっぱ塩は減らしてくださいと病院先生に言われて、じゃあ、まあ、とりあえず減塩って塩を減らすってやったら美味しくなかったじゃん。うん、美味しくないから、どうやって美味しい減塩料理を食べてもらおうって、じゃないと痩しちゃうじゃん。美味しくないっていうよりね、なんか病院で出される味のないご飯。そう、それを毎日出されるんですよ。幸せじゃん。でもさ、幸せじゃないよ。どんどん痩せていくし、でもやっぱり健康的で長生きしないと意味がないと思って、でいろいろ試行錯誤して、その時に大阪の国順っていう病院に勉強しに行ったんですよ、私。でそこで専門家の先生とかにお話を聞きながら、もっとこういう風にしたら美味しくなるよとか、いろんな勉強をして、でたどり着いたのがこの氷出汁っていうもので、で あの氷出汁うまかったな。そう、酒粕と生姜と玉ねぎと鰹節を煮詰めて、それを製氷機に入れるんですけど、一つが 0.3g なんですよ、塩分が。そうで、今まではなんか全部減塩する時もさ、塩分測ったじゃん。うん、すっごい手間なんよ。だけどその氷出汁を作ったことによって塩分測るのも簡単になるし、しかもめちゃくちゃ美味しいっていうので、最初の頃はね、何とも測るんですよ。うん、ラーメン食べに行くと、そのラーメンのスープの中になんか太陽光みたいなやつある。そう、あ、太陽系入れとったわけじゃない、あれ塩分測るやつある、計算機で。あ、計算機。そう、あれをいちいち入れて、もっとお湯で薄めなさいってラーメンお湯で薄めたらまずいよ。でもやったね。やったよな、最初の頃な。でも本当にこの氷出汁を試して、で食事をするようになって、めちゃくちゃ健康になったよ。健康になったんだけど、すごい痩せた。痩せた、すっきりした、むくみなくなった。俺ね、65キロぐらいあったんですよ。うん、今、50キロ落ちたかな。50キロぐらい。そう、48キロぐらい。それ病気で痩せたわけじゃなくて、なんか今まですっごいお酒飲んどったりして、血圧がもう薬飲んでも200ぐらいあって、そう、血圧は高かったんですよ、すごい、ね、何やっても治らんかったんだけど、でもこの氷出汁で食事を取るようになって、今130ぐらい、130ぐらいね。